では霧が発生するなど不安定な天気です。なお引き続き強風注意報です。全然もよっおっ。お父さん遅いね。きっと手こずってんだわ。ねえ明子さん、そろそろ応援に行った方がいいんじゃない？大丈夫よ、お役所は時間がかかるのよ。何度頭を下げられても無理なものは無理だ。あのそこをなんとかですね。さっきから私何回も申し上げました、間宮さんの屋敷については立ち入りを一切お断りしております。テレビだから例外を認める、ちょっと虫の良すぎる話だよね。いいですか、あの屋敷には間宮一郎が描いた絵が残されてるんです。間宮一郎最後の壁画ですよ。こういう貴重な文化財を世間に紹介するっていうのは我々テレビ屋の使命ですから。お宅もしつこい人だな。テレビだと言えば田舎者が首を縦に振ると思ったら大間違いなんだから。おい、なんだどうした。あちら間宮邸を見たいって言うんですがね。間宮邸？ダメダメダメ、問題にならんよ。あそこはもう30年も閉めたきりなんだ。一体目的は何だってんだ。実はテレビ局の連中らしいんです。何でもあの屋敷に間宮一郎の最後の壁画があるとかで。テレビ局？ええ、間宮一郎をテーマにして番組作ってるらしいんです。一種の旅番組。あんたテレビ局の人？はい。いわゆるあれだろ、ふるさと紹介とか郷土料理とか温泉巡りとか、これそういう番組だよね。え、まあだったら間宮邸もいいが、せっかく来たんなら上古峠の千年松、あらあんた幹の太さ日本一だからね、あれを取材しなさいよあんた。ええ、まあ。お父さん本当に気が弱いの。すぐ相手に調子合わせちゃってさ、結局自分の言いたいこと言えないんだよ。それでよくプロデューサー務まるよね。ダメよ恵美ちゃん、お父さんのことそんな風に言っちゃ。だってそうなんだもん、お母さんが死んでからお父さんますますだらしなくなったみたい。私なんかほとんどベビースターだよ。ベビースターいいね、今度俺のベビースターもやったよね。田口さんはアスカさんでしょ。ダメだよアスカな、冷たいんだよなこれが。いいんですか課長、もし何かあった場合の責任は。何かって何だ。つまり間宮邸の噂というか。たたりか。はい。社長でこの際それを確かめようじゃないか。と言いますと。連中が何ともなければ屋敷は大変な観光資源になるわけだ。毎日何かあったとしてもこれは超自然現象だ。誰も責任の取りようがないだろう。じゃあこれ間宮邸の鍵。そんなんじゃ日が暮れちゃいますよ。ちょっと俺やりますよ。無茶すんなよ、やっと許可取ったんだからさ。
はい、アスカちゃん開けて。そのまま中入っちゃおう。開かないの？しょうがないな。今私はちょうど間宮邸に踏み込んだところです。辺り一面ひどい埃です。湿っぽいカビの匂いもします。壁画が無事残っているかどうか非常に心配です。嫌な音だな。天才画家間宮一郎は30年前ここでひっそりと息を引き取りました。以来間宮家は後を継ぐ人もなく断絶。30年間誰一人として足を踏み入れるものはなかったのです。何の音？やばかった。みんなこの家相当ガタ来てるから気をつけてね。参ったよ。
これダメだ、電話も電気も切れてるわ。あ、そう。はい、私の勘だけどね、これだけのお屋敷ならどっかに発電機があるはずでしょ。なるほど、発電機か。では作業を始めます。とりあえずホコリを取りながら絵の状態を見ていきます。絵の修復は私の専門ですから、一切私がやります。飲むか。お父さん、あきこさん仕事してるよ。コーヒー持ってってあげれば。いいよ。どうしてそうなの。グズグズしてると誰かに取られちゃうんだよ。私もさ、あの人なら我慢してあげる。そろそろ年貢の納め時でしょ。いつまでも若くないんだよお父さん。何がふふんよ。私だっていつまでもうちにいるわけじゃないんだから、この旅行でケリつけてよね。私そのつもりで来たんだよ。ああ、そっくりになってきやがったな。何、死んだ母さんにそっくりだよ、その言い方。よかったわね、そっくりで。そうだ、私家の中探検してこようっと。コーヒーいいのか。じゃあは？この辺こっち歩いてんだろ。もう戻ってくると思うけど。
人遊びは名人なんだ。小さい頃からそうだった。困っちゃうよ、いつまでも子供で。あら、そうかな。本当はいつまでも子供のままでいてほしいんじゃないの。そんなことないよ。早く嫁んでも行ってくれりゃいいと思ってるよ。そしたらまた気楽な独身時代だしさ、いろいろやりたいことあるんだ。なんだエミ、どこ行ってたんだ、フラフラして。ちゃんとやること先にやんなくちゃダメじゃないか。バカみたい。夏休みだよ今は。それに撮影の現場でも見て生きた勉強しろって言ったのお父さんじゃない。ねえ、ちょっとみんな来てくんない？なんか変なんだよ。ほら、こんなとこにも絵が出てきちゃったんですよ。ほら、こっちにも。まさかのとこに。食堂全体が絵になってるんだ。これ、なんだろう。何かの扉かな。こっちは炎じゃない？炎かな。黒いな。木じゃないですか。だよ、あれが紙で顔がこれだとすると、目はどれかな。この黒い穴みたいなのが目かしら。ね、気味悪いでしょ。ほら、こっちお墓ですよ。うわ、これ見て、棺桶だ。棺桶にしちゃ小さくない？赤ん坊の棺桶なんだ。